それではおはようございます、今日はね、ボンゴレビアンコを作っていこうと思います、ボンゴレっていうのはイタリア語でアサリ、ビアンコは白、白ワインベースのスパゲッティパスタですね。でこれをトマトソースにすると、ボンゴレロッソになります。ロッソはイタリア語で赤、今日は白ワインベースなので、まあ、これを覚えておけばここにトマトソース加えればボンゴレロッソも作れるようになりますので、ぜひお試しください。じゃあ早速作っていきます。
ということでね、今日は、ボンゴレビアンコの作り方でした。もしアサリを、塩抜き済みになっていない場合は、まあ、海水と同じぐらいの、なんだっけ、塩水を作っていただいて、そこにアサリを入れていただいて冷蔵庫でね一晩とか置いてもらえれば、まあ、自然と砂抜きできますので、だいたい海水が 3% なので、まあ、アサリ1パック買って 100g のお水だったら、3g、 1リットルだったら 30g かなの、お塩入れていただいて、まあ、あとほっとけば、ね、出ますん でこのパスタはアサリのこの出汁で食べるパスタなので、まあ、いろんな、ね、派生レシピありますけれども、まあ、まずはこのアサリから旨味をぐっと出すということと、あとはニンニクの香り、鷹の爪で、味をピッと締めてね、それからオリーブオイル、今日はまあ、このオリーブオイル使いましたけれども、これは加熱用と、今日もう全部1本で今日やっちゃいましたけど、加熱用のオイルと、あと仕上げ用のオイル、全部仕上げ用のオイルで使っちゃうと、あれですね、結構ね、お金もかかりますんで、まあ、仕上げは仕上げで、なんか気に入ったものを最後に回しかけてあげると、まあ、美味しいかなと思います。まあ、そんな感じで、ぜひお試しください。まあ、次回は何かまた作っていこうと思います。それではまたお会いしましょう。バイなら。